アメア・ディリックは、ボスニア・ヘルツェゴビナのトゥズラ出身の男子プロテニス選手。右利き。ATP ランキング自己最高は、シングルス60位、ダブルス74位。デビュー時から2010年8月までは、アメリカ国籍でツアーを転戦していたが、同年9月からは、ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍に変更して活動した、選手である。196センチメートルの長身から繰り出す。 強烈なサーブを持ち味にしていた。なお、名前のボスニア語読みは、アメルデ・リッチである。ボスニアで、航空管制官をしていた父ムハレムと会計士で、あった母サディナの間に二人兄弟の長男として、生まれ、5歳の時に、父から木製ラケットをプレゼントされテニスを始める。しかし、1992年に、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が、勃発。 1995年5月には、故郷トゥズラがセルビア人勢力に包囲され、70名以上の若者が殺害されたトゥズラの虐殺を目の当たりにする。これを機に、当時13歳のディリックと家族は戦争で疲弊した祖国を逃れ、1996年にわずか4つのスーツケースと1000ドル余りの全財産を手にアメリカに渡り、フロリダ州ジャックソンビルに移住。 後にアメリカ国籍を取得した。移住直後のディリック一家の生活は困窮を極め、1ヶ月後には財産も底をつき、家族はフードスタンプの受給を受けながら生活する苦しい時期を送った。しかしそんな中でも両親は移住後もテニスを続けた、息子のためにピザ屋や住宅ローン会社の仕事を掛け持ちしながら、 費用を区面してテニス用具を買い与えるなどアメアを支援。その後高校テニス界で頭角を表したアメアは、1999年に大学スポーツの名門として知られる、イリノイ大学元テニス部監督に見出され2000年に、同大へ入学。ここでは、大学2年時から頭角を表し、2003年には NCWA 男子テニス選手権において、イリノイ大として初のシングル部門。 チーム部門との優勝を果たす。これらの活躍により、2001年から2003年まで3年連続で、ディビジョン1の年間ベスト選手が選出される、オールアメリカンチームに選出、2003年にはビッグテンカンファレンスに所属する、最も優れた男子大学スポーツ選手に与えられるビッグテンアスリート・オブ・ザ・イヤーを、同賞創設以来、テニス選手として、 初めて受賞。名実ともに全米大学スポーツ界のトップ選手としてその名を馳せた。2003年から2005年2003年にプロ転校。8月の全米オープンでは NCWA シングルス王者として主催者推薦で出場。1回戦で当時世界ランク52位のサルギス、サルグシアン相手に6から4、3から6、7から6、2から6。 5から7のフルセットで赤敗した。この年は7月のインディアナポリステニス選手権シングルスにも主催者推薦で出場2回戦のパラドーンスリチャパン戦まで進出した。2005年はジェフ・モリソンとペアを組み主催者推薦で出場した全米オープン男子ダブルス1回戦で第5シードのリー・インダー・パイスネナド・ジ・モニッチ組を7から6。 7から6のストレートで下す活躍で、第11シードのジョナサン・エルリック、アンディ・ラム・クミとの3回戦まで進出した。2006年から2007年2006年はデリックに、とって、躍進の年となり、a t p チャレンジャーツアーシングルスで2優勝4、準優勝、ダブルスでも2準優勝の好成績を挙げる。この活躍により、シングルス年度末ランクを93位で終了し、 自身初のトップ100フィニッシュを果たす。2007年から ATP ツアーを本格的に回るようになり、シングルスでは予選を勝ち上がって出場した3月のマイアミマスターズシングルスでは、3回戦で当時、世界ランク4位のニコライ・ラベデンコを7から6、6から3のストレートで下したことにより注目を集める。続く4回戦では、フ安ン・イグナシオ・チェラ3から6、 2から6のストレートで破れ物の,の、これらの活躍により7月9日付の ATP ランキングで自己最高位の60位を記録する。しかし、シーズン後半では前年のポイントを防衛することができず、年度末ランクも140位に下げて終了した。この年はダブルスでも好成績を残し、ジャスティン・リメルストブとのペアで、全米オープンでは2回戦で、 第16シードのエリック・ブトラック、ジェイミー・マリー組を7から5、6から3のストレートで下し、第2シードのマーク・ノールズ、ダニエル・ネスター組との3回戦まで2年ぶりに進出。この年は他にも、全豪オープンとウィンブルドン選手権でも2回戦に進出、ツアーでも3度ベスト4進出を果たす等の活躍で、年度末ランクを86位で終了。自身のダブルスキャリアにおいて、 最高の年となった。2008年から2009年2008年は、ツアーシングルスで高成績を収め、年初の全豪オープン予選を勝ち上がり、当時世界ランク23位の不安もなことの2回戦まで、進出。3から6、6から7、7から5、7から6、6から8のフルセットの4時間11分の末、赤敗した。 予選勝ち上がりで出場した3月のテニスチャンネルオープンでは2回戦で第5シードのポティとスタラーチェを下す活躍で第4シードのギレールモカナストの準々決勝まで進出8月のファーマーズクラシックでも予選を勝ち上がってベスト8まで進出したまたチャレンジャーでもに優勝したがツアーの予選敗退やチャレンジャー1回戦敗退も多く 年度末ランクは136位と前年より、わずかに上昇するに止まった。2009年、全豪オープンダンスシングルス予選決勝で、フロリアン・マイヤーに0から6、7から6、0から6のフルセットで敗れたが、本戦出場選手の中から欠場者が出たことにより、ラッキールーザーで本戦に出場。1回戦では、長期欠場から復帰した、テイラー・デントを6から4。 3から6、3から6、6から3、6から4のフルセットで破り、2回戦でも、第28シードのボールアンリマジューを1から6、3から6、6から3、7から6、9から7の大逆転で破った。2試合連続で、フルセットを戦ったリリックは、初進出の3回戦で前年度優勝者の、バクジョコビッチに2から6、6から4、3から6、6から7で破れた。 また試合後には、セルビア人とボシュニャク人の観客同士で暴力事件が発生し、巻き添えを受けた女性が負傷、3名が逮捕され30名が会場から追放される事件が起こっている。その後もマスターズで予選を勝ち上がるなどまずまずの成績を残していったリリックだったが、室外骨を負傷し、7月のテニス連動選手権1回戦でニコラ・マユに4から6、 4から6のストレートで敗れたのを最後に、長期のツアー離脱を余儀なくされる。ディリックは、治療を受けリハビリを行うかたわら、プロ転校に伴い休学状態にあった、入りの医大に再度通い、翌2010年5月に、スポーツ学、観光学、レクリエーションの学士号を得て卒業した。2010年その後もリハビリを続けたディリックは、同年の全米オープン予選で主催者推薦を受けて、 ツアーに復帰。翌9月にはツアーでの所属国籍をボスニア・ヘルツェゴビナに変更。直後に行われたデビスカップ2010ヨーロッパ・アフリカゾーングループに準決勝対ポルトガル戦でデビスカップボスニア・ヘルツェゴビナ代表に選出され出場した。ディリックはデビスカップ2012ヨーロッパ・アフリカゾーングループ2.1回戦隊トルコ戦を最後に現役を引退した。 2013年からデビスカップボスニアヘルツェゴビナ代表監督に就任。デビスカップ2015ヨーロッパアフリカゾーングループ2.2回戦隊、ハンガリー戦のダブルスに出場した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。